やっほー、9月21日木曜日の、乃木曜日を担当する山本蓮香です。よろしくお願いします。暗いかな、大丈夫かな。こんばんは。髪色は暗く見えるね。これなんか全然神宮前から行ってないよ、美容院。やばいよね。ちょっとさすがにそろそろ行かなきゃと思いつつ、なんかこう例えばアーシャとかさ、なんかこうあるじゃない、こうね、整えなきゃいけないみたいな。意外とね、そのタイミングがないんだよね今。だからタイミングを伸ばして伸ばして行かなきゃいけないってならないといかないかな。そう、染めるきっかけが今なくて、でも傷んできちゃったから普通にちゃんとケアしないといけないから、だからもうじき行くかな病院は。髪も伸びてるしね。明るいの好きって言ってくれる人も多いから、そこに甘えていやいやってしちゃう。明るいの好きってねめっちゃ言ってくれるんだよね、ファンの方。でもここだとあれだね、全然明るく見えないね。よかった。今日は何してましたか皆さんは。平日の6時半でしょ、なかなか見れる時間帯じゃないけど、見てくれてありがとうございます。仕事だよね、だいたいこの時間は。バイトしてました、お疲れ様です。学校、そうだよね、バロバロしてた、いいな。最近してないんだよバロ、しないといけない。体育祭マジ9月、あ、そっか、この時期なのか。学校によっては時期違うからさ。病院行ってきた、やべ、ロックマンしてた。見ました、ロックマン。私初めてやった。鼻炎大丈夫？どうなんだろう、これがデフォルトだから分かんないかも。大丈夫、ただこう猫ちゃん飼ってるじゃん、ルテソヌ。ルテソヌがなんか暴れ出すとたまに来る、くしゃみ止まんないみたいな。でもなんだっけ、なの夏休み期間実家に預けてて面倒を見てもらってたんだけど、久々にお家帰ってきてルテソヌ引き取って、そう一緒にまた過ごし始めたら、その最初の1日2日ぐらいはそのアレルギーなんだけど耐性がついてなくて、もうめちゃくちゃくしゃみ止まんなくてすっごいしんどかったの。そう、でも猫アレルギーなのに猫飼ってるみたいな人多くない？どうしてもね、飼いたくなっちゃうよね、可愛いから。飼っちゃいましたね。そう、猫アレルギーめっちゃひどくて。めっちゃひどいんだよ。でももうほらアレルギーなんかどうでもよくなるぐらい可愛いもんだからさ、癒しが欲しいじゃない。ということで乃木曜日選手権やろうと思うんですけども、今週の競技は色違いを引き続けようです。こちらのボックスには赤ピンク黄色白4色のボールが入っています。中を見ないで1個ずつ引いていって2回連続で同じ色を引いてしまったら終了です。
週の中で最もたくさんのボールを引き続けられたメンバーにはご褒美として好きなプレゼントが贈られます。なるほど、同じ色引いちゃいけないっていうね。じゃ全部赤引いて次白引いてみたいな、黄色引いてみたいなのをやらないといけないってことだよね。大丈夫か。まずじゃあ1個目はね、いきます。1個目、でだん、白。さっきさ箱の中ね見たのね、したらね、戻す、あ戻すんだ、見たのね、白めっちゃ多いんだよねびっくりしちゃった。逆にさ、えすごくない、うちなんか2個までしか無理な気がしてんだけど。おピンク、じゃこれで3は確実だ。いきます。黄色こい、黄色こい、ドン、黄色きたってことは今3、じゃ4は確実ってことだ。白いいんだよね、これはセーフでね。こい、あーじゃあ4個だ。あ4個、よかった。なんかほら2個とかでやんなくて恥ずかしい。みんな違う個数、3個、ごめんなさい、5個4個。よいしょ、レンカ、なんかみんなひらがなだからレンカもひらがなで書こう。4個、ででで3、5、4。じゃあヨキちゃんが今のところ暫定1位、明日のメンバーにかかっております。よかったここ、なんで？だって白、赤、黄色、白だから4個じゃない？あれ？白、赤、黄色、白でしょ？あ、で白か。あ、じゃあ5個だえ？じゃあ同じだよ、きちゃんと5個。じゃあよきちゃんと一緒だ、5個でした。あれ意外といけたな、運がついてましたね。運がついてたのかな、したら6個行きたかったなやったね。この場合じゃあゆきちゃんと私が優勝したら2人ともらえるってことなのか、嬉しいね。同率1、まだ可能性は分かりませんねえっと近況報告、何ですかね。最近は全国ツアーが全部終わってからは私の牛尾初めてかな、初めてだ。全国ツアー行った人どこ行きましたか。夏休みバロ以外に何した。私バロしてないよ別に、夏休みしっかり休みましたよ。全然どこにも行ってないし、ご飯行ったりはしたかな。人とずっと一緒にいたからもうあれかな、バロはしてないかな。夏休みって言っても全然少ないからさ、少ないとどっか行こうっていう気にもなれないんだよね。私にとっての休むって家でゆっくりすることだから例えば1ヶ月ぐらい、1ヶ月半ぐらいあるんだったらね、そのうちの何日かは旅行行ってもいいけど、結局さお仕事始まったらずっとね寝るために帰ってくるみたいなもんじゃん。だからさ、それだと、ね、なんか休みの意味ないなと思っちゃうんだよね。いるよね、2つに分かれるじゃん、休みだどっか行こう
休みだ寝ようみたいな。別に寝てなくても家にいたいんだよね。家メンバー来た？来てないかな、友達しか。おすすめのアニメ、君に届けの3期が決まったから今のうちに一気に決めるのはおすすめです。すごいよね、海外行ったメンバーめっちゃ多くて、韓国が一番多かったのかな。韓国とゆむけがドバイ行ってね、ドバイってすごくない？でユナとレイちゃんがオーストラリア行ったって言ってた、ね、あ、ブンストもメンタル強い人は韓国多いよね。私は海外は行こうと思わないな。いやドバイ突き抜けてるよねドバイって言ったらみんなドバイ？ドバイ？多分何回か聞き返すと思う。いや私海外行くなら全国制覇したいと思うんだよね、どうせ旅行するならね。愛知と神宮行った、ありがとうございます。あ、ヨダがそうだね、ロサンゼルス行ってたね。 LA 兵庫いいね、兵庫行きたい。どこでもいいんだ、日本だったら。日本のいいところを 見たいんだよね。なんか日本に住んでることをなんか私昔から誇りに思っててなんか日本ってまあでもいい国じゃんそれは間違いではないと思うんだけど、なんか昔から日本に日本生まれ日本育ちのことをすごい誇りに思ってんだよね昔からなの。なんでなんだろう、なんか和が好きなのかな。なんかこうそれこそなんだ、神社とかなんか日本特有の文化みたいなのが昔から結構好きなんだよ、だからだと思うんだけど、なんかねそういうのあるんだよね自分の中で。うんでもいいじゃない、自分の国を好きって言えることは素敵だと思う伊勢神宮いいね。トトロ見たことある？あるよ、私トトロの DVD 持ってて、ちっちゃい頃好きでよく見てた。トトロとポニョ昔さ、今ってもうサブスクで何でも見れちゃうじゃん。でも昔ってそういうのないじゃん、なんか DVD じゃん、だからね、DVD いろいろ持ってたけど、トトロとポニョとあと謎にインクレディブルの DVD 持ってた。てかめっちゃ好きだった、めちゃめちゃ好きだった。あ、そうだね、あと金曜ロードショーとかで見るよね。DVD ね、みんなビデオの時代じゃないでしょって言うけど、私ビデオの時代だったよ、ちっちゃい時から。あのね、あるじゃない、お母さんたちが撮ってくれるビデオさ、あれってもうさ DVD にもできるけど焼いて、ビデオだったずっと。でビデオデッキみたいのに入れて再生とかやっとったよ、あれを。そうめっちゃあった、てか家のその物置のところの引き出しにビデオがバババババってこう入って入ってた。日本昔話とかのビデオあったよねえ、知らない？日本昔話のさビデオさのセットみたいなのあったよね。え、知ってる人いないかな、絶対いると思うんだ。え、あ、え、知ってるよね、え、懐かしいよね、え、あったよね声パカって開けてさ、こう中に入ってるやつ、え、懐かしいよね、え、面白い。私なんか最近そういう
なんかその時代の何かを話し合うのめっちゃ好きなんだよね。恥ずかしいって。そう、私は2003年代の人だけど、そうだね、年まあまあ離れてもお姉ちゃんが2人いるからね。なんだかんだわりかし幅広い世代、幅広いのかな、まあ知らないすぎではないかも。なんかなぎちゃんとこの間話したんだよ、その時代のあれ知ってるみたいな、吉田と和樹とかと話してたら、なぎちゃんって一人っ子なのかな、だからなのか知らないものすごい多くて、あ、じゃあ私ってやっぱお姉ちゃんいるから知ってるもの多いんだって思ったの。私は同い年なのは、多いよ今、めっちゃ多い。私って同い年全然いなかったけどさ、昔乃木坂にね、すごい増えたよねまあでも私が吉田と話せることが多いって時点で結構知ってるんだと思う。今あやがさ誕生日迎えたから9個差なんだよ9個差なのにさ、ご飯行ったりさ、私メンバーとご飯あんま行かないんだけど、吉田とめっちゃ行ってるんだよね。とかあやもそうやって言うし、帰ってからゲームしてまた遊んでるしさ、9すごいよね、9個差。あ、弟いるんだ。まあでも弟じゃ分かんないかもね。友達、お姉ちゃんでありなんか友達でありって感じ、吉田は。たまに逆転するけどなんかその関係性が一番ちょうどいいのかも、心地いいんだろうなって思います。前とご飯行ってないな、本当に後輩と一回もご飯行ったことないサマータイムレンタ、サマータイムレンタマジで絶対に見てほしいな、みんな。もう夏終わるけど本当に面白いから、8月になるとまた見たくなるんだろうな。面白い。あ、そっか、宿題をねやらなきゃいけないんだ。前回がヨウキちゃんで、すぐフルネームなんだけどさ岩本蓮香さん、やってみたいハロウィン、ハロウィン仮装は、私仮装とか別にやりたくないけどやりたくないけど、でも強いて言うならまあ好きなアニメのコスプレしたいけどね。だけど私本当にコスプレとか正直アニメだったらね本当にできないの。なんかだって無理じゃん、慣れないじゃんあんなの。なら怖くて、なんか幻滅しそう、自分自身にも幻滅しそうだし、そのキャラを好きな人にも申し訳ないと思うし、だから嫌だなって思っちゃうんだよね。だから46時間テレビの時のなるみちゃんのコスプレした時は結構本当にうーってなりながらやったんだよ。もう恐れ多すぎて本当にできるわけないでしょみたいな感じだった。本当にやりたくないんだよね好きすぎてね、好きすぎてなんかもう似ても似つかないものだから。でもそれを割り切ってやるなら、それを割り切って楽しむこととしてやるならいいけど、自分の中だけでね。でもそれをじゃあみんなに見せますってなった時にちょっと怖すぎるから無理かな無理かも。でもやりたいものはいっぱいあるよ。リコリコとかだってめっちゃ可愛いし、やりたいなって思うし、
やりたいものなんかもうやるなら本当にガチのコスプレイヤーさんのメイクとかもちゃんとやりたいのね。なんかいつもの自分の顔じゃなくて、もうそれこそさ、コスプレイヤーさんなんてテープ使ってこうやってやったりするじゃん。ああいうのとかもやるならもう100ちゃんとやりたい。でもそこまでやる技術もないから、じゃあ中途半端にはやりませんってなっちゃう。えなこりん、えなこりんにお願いしないといけなくなっちゃう。だからコスプレイヤーさんはコスプレイヤーさんでものすごい技術を持ってらっしゃるから、その人にしかできないんだよ。でもやってほしいのあったら言ってください。なんか参考にしますね。一旦リコリコにしときます。滝の勝ちさとかどっちがいいかは分かんないかも。ぼっちちゃんもいいね。ぼっちザロックのコスプレとか超かわいいじゃん、絶対。セリオさんがいい。いいね。ちさと似合いそう、金髪。いけるかな、金髪ボブなんて限られてるじゃん、似合う人。私なんて事故りそうだけど。ボザロいいね。でも青髪はちょっとやってみたいんだ、いつか。ということで、次回のメンバーに、次回っていうか明日か、宿題出そうと思うんですけど、誰だと思いますか、予想してみてください。誰誰誰誰、あやめん違う、あや違う、さくちゃん違う、れいちゃん違う、なぎちゃん違う、さくたん正解。明日はさくたんでーす。さくたんへ、どうしよっか。さくたんに宿題だとシュワシュワ、みんなシュワシュワって呼ばないで。シュワシュワ シュワシュワじゃん、シュワシュワちゃん。今回の引き継ぐ、確かにね、普通に聞きたいでしょ、みんな。何のかコスプレじゃなくて仮装。じゃあちょっと変える、コスプレするなら。 意味一緒だけど。 コスプレするなら何のコスプレがいい。サクタンさ、なんかやってたよね、5等分じゃない？やってたよね。あれめっちゃ可愛かった。私にはできない。コスプレ。やりたいコスプレは？コスプレするなら。何がいいですか？殿下より。やりたいコスプレとかってさ、今まで考えたこともなかったけど、やっぱアニメ好きになってくるとちょっとやりたいものって増えてくるよね。アニメとか好きなのかな、さくたんって。そうじゃなかったらやりたいコスプレとか難しいかも。よし、セーラームーンとか絶対似合うじゃん。 あんまり見てなかった。なんか誰がアニメ好きでとか分かんないんだよね。でもビリディバイドの応援大使にありがたいことになったんですけれど、そこにいるメンバーが一応アニメ好きなのかな。ポニテ？私さ、髪ちょっと伸びたからポニテできるよ。てかさ、神宮とかさ、初日以外全部ポニテなんだ私。知ってた？知らなかったかな。ポニーテールってなんて楽なんだろうって思うよね。もう
楽すぎちゃって。知ってた？知ってたか。でもさ、暑いからっていうかさ、違うんだよ。なんかすっきりさせるたかったんだよね。ここにこうあるのがすごいなんかうんってなるから邪魔って、だからポニーテールにしちゃう。スクショね。はい、チーズ、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 はい、チーズ。手抜きじゃないよ、ちゃんとパフォーマンスに集中するための髪型ですから。いろいろさ、ほらあるんだよね。例えば去年の全国ツアーだったら、ユニットコーナーで帽子かぶらないといけないから、その帽子かぶれる部屋にしないといけないとか、ここ早着替えあるから、この髪型だと早着替え間に合わないかもしれないから、この髪型にしないといけないとか、結構いろんな兼ね合いがあって、例えば VTR 先に撮ってるから、それに合わせた髪型に今日はしないといけないとか、結構こう自由だけど自由じゃないんだよね。それこそ三つ編みとかも、もしかしたらする子は分かるかもしれないけど、めっちゃボソボソになるじゃん、あれって。すっごい長さあったらきっちり結べるけど、あんまり長さなかったら短い毛がこう出てきちゃうね。だからそういうのも考えて、そう、例えばミニライブとかだったら出る時間がそんなに長くないから、ミニライブだったら三つ編みできるかなとか、そういうのも考えてやってるんです。あとちょっとだよ。私言いたい、デロンさんのね、新衣装がめっちゃ可愛かったの。メッセージで言ったんだけど、新衣装があるから楽しみって、その感想を言ってなかったから言おうと思って。めっちゃ可愛かった。私ツインオーダンコ大好きなの。本当に可愛かった。見た？可愛かったよね、本当に。もう大優勝って感じで素晴らしかったです。本当にもうどうもありがとうって感じ。可愛かった。あの髪色も本当に可愛いしね、すごく可愛かった。でもあの美女でさ、喋ってめっちゃ関西弁なの考えてみ。まあちょっと違ったけどさ、配信の時は。超ギャップじゃない？可愛い。本当にありがとうって感じ。おすすめの香水？私自分が使ってる香水絶対に言いたくない人なんだけど。 だけど教えてって言ってくれる人に申し訳ないから、いつも甘い匂いが苦手で、こう爽やかな匂いが好きだよって言ってます。甘い匂いだけはどうしてもちょっと苦手なんで、お花とかの香りよりもう、もうちょっとなんだろう、フローラル系ではないのが好きかも。落ち着く匂いが好きかな。シトラス系とか好きかも。もう終わっちゃうので、皆さんは、お仕事中の人は引き続きお仕事頑張ってください。 終わっちゃいます。早いね、30分ね。また乃木曜日配信する日が来たら、その時お会いしましょうということで、次回の乃木曜日の配信時間は決まり次第ショールーム公式 X でお知らせします。それでは今日のお相手は山本蓮香でした。バイバーイ。みんな元気でね。バイバーイ。